京都学園大学。大学名は2019年度から京都先端科学大学に変更予定。1925年、大正14年に設立された京都商業学校を、源流とする京都商業高等学校、現京都学園高等学校を含む学校法人京都学園の大学として、1969年、昭和44年に開学。開学当初は、 経済学部のみであったが、現在では、文系、理系双方を含む、四学部十学科後研究科が設置されている、総合大学である。かつて、京都亀岡キャンパス、京都府亀岡市敷地内にあった、京都文短期大学は、京都学園大学人間文化学部へと、発展統合された。また、かつては、商業学校のほか、工業学校、自動車学校も存在していたが、 学生改革によって再編された。最初期の見学の精神は日本人らしい日本人の育成である。これは学園創立者辻本光楠木が1897年明治30年に単身渡米し留学生を対象とした学者などを多く設立した経験から当時の時世を踏まえ、これからの国際社会にご指くに必要な精神を訴えたものである。 一国の国民として国際社会に卑屈になることなくおごることなく平等語形の立場で接することができる人間という意味と説明される。すなわち折々の状況を世界的視野に立って自らの判断で決定し行動する人材の育成である。現在では抽象的であり民族主義的な誤解を生むことを考慮し世界的視野で 主体的に考え行動する人材の育成と補足説明することが多く、九百六十九年の大学設置に際して、グローバル社会におるアイデンティティの確立を設立理念と表現したことから、こちらも用いられる。上記の見学の精神に今日の状況を適用し、現在の教育理念は学生の潜在力を引き出し、豊かな人間力を養い、力強く、 社会へ育つよう育てるである。出実合憲明朗性は学園全体の校訓学禅になっている。京都府亀岡市にキャンパスがある唯一の大学である。同じキャンパスに多数の学部、コースが集まる、性質上、人種のバラエティに富んでおり、他学部制のみならず、学会社にも広く長候の門戸が開かれている。以前は、商業学校、 工業学校、自動車学校等を設置し、手に職を重視する実業学校の母体としての性質を有していた歴史がある。そのため、学生主体の自由な発想による実学を重んじ、学部にかかわらず、フィールドワークに積極的である。セメスター制を導入して拡大した長期休業中に、インターンシップや各種の課外講座をひ下げし、成果によっては、 単位認定を与えるなど、学生の関心、問題意識を尊重し、要望に適合した教育を提供するための、少人数教育への関心が強い。寄付講座として、野村証券提供、金融入門、西村証券提供、リスクマネージメント論、全日本着物振興会提供、着物学、漫画、ドラゴン桜の英語教師のモデルにもなった、竹岡博信にいる。 英語特別講座、京都学、妖怪文化論など、日本文化を研究するプログラムなど、多彩なカリキュラムを開講している。その他、京都亀岡キャンパスは、公共交通機関での通学が、比較的不便な立地ではあるが、十分な駐車スペースを有していて、自家用自動車通学が認められているという特色がある。京都中間自動車道を利用すれば、 京都市外から30分前後でアクセスできる。バイオ環境学部以外の学部は2015年度から募集停止。京都府亀岡市、蘇我部町南城大谷一の一に甲子園、球場5.3個に相当する規模のキャンパスを設置している。もともとは本部キャンパスなどと呼ばれていたが、京都渦政キャンパスの開設決定により、 2012年から京都亀岡キャンパスと呼ばれることになった。なお、京都渦政キャンパスの開設までは、全学科とも京都亀岡キャンパスを本拠地にしており、年次や学科によってキャンパスを移すことはなかった。そのような環境のため、特に実践教育、共同研究が活発なキャンパスである。キャンパスは、龍が、小山の山裾に立地しており、建物は、 雛な壇上に配置されている。一番上に立地しているアゼリア通りに面した法文館、緑風館、特使館へはメインストリートからは長めの階段を使って登ることになる。2015年の京都渦政キャンパスの開設後は命、健康、食農を中心とした教育の実践を目的とした産学部五学科が設置された。経済学部、経営学部は 京都渦政キャンパスに新設予定の経済、経営学部内の学科として移転再編され、人間文化学部も歴史民族、日本語日本文化学科が渦政キャンパスに新設の人文学部内の歴史文学科として移転再編された。由緒ある京町家を改修し、2008年春から京都市中京区新町通り、西木工事上がるムカ屋町に、 京町やキャンパスを開設している。自転車を除く車両での通学は禁止されている。また、保護家屋であるため、全面禁煙になっている。主に人間文化学部が利用し、地域貢献の拠点にもなっている。一般向けに公開セミナーも、恒例的に行っている。2012年8月、京都市と京都学園は、京都市へ地下鉄東西線。 渦政天神川駅近くの京都市山の内、浄水場跡地のうち、大池通以南の土地を60年の定期借地権、設定契約により、優勝で借り入れることで同意した。これにより2015年に京都学園大学は京都渦政キャンパスを開設した。建物は京都市内であるため、寺院のランをイメージした日本風の屋根を持った建物とした。 このキャンパスには、亀岡から移転する、経済学部、経営学部が再編される、経済経営学部や人文学部のうち歴史文化学科のほか、新設される、健康医療学部のうち、看護学科と言語聴覚学科が置かれている。建物は二棟からなる。敷地内にはセブンイレブンも出展している。グラウンドやクラブの部室はないため、クラブ活動は主に、 京都亀岡キャンパスで行われる。体育の授業も同様のため、両キャンパスは直通シャトルバスで約35分で結ばれる。両キャンパスの講義を受けやすくするため、京都亀岡キャンパスは京都渦政キャンパスよりも40分遅い時間に講が行われる。なお、従来から京都亀岡キャンパスに通っている文科系学部の学生は2014年4月に 入学した学生のみ、京都渦政キャンパスに移り、2013年以前に、入学した学生は2016年度まで、つまり留年がなれば卒業まで、は、京都亀岡キャンパスに泊まる。法学部など、2015年度からの進学部に、対応する学部がなく、完全に募集停止となった学科の学生は、文科系であっても全員が、京都亀岡キャンパス泊まる。 京都学園所有ではないが、キャンパスプラザ京都をサテライトキャンパスとして使用していた。こちらも公開講座や他大学との交換事業、長期休暇中の課外学習などに用いていたが、2015年度より京都渦政キャンパスへの統合により廃止された。学園祭は、大学の後ろにそびえる竜が、小山、竜尾山、四尾山にちなんで、四尾祭と呼ばれ、 毎年10月に3日間行われる。第35回までは4日間開催だった。模擬店、約45店舗、フリーマーケット、クラブサークル展示、コンサート、音楽祭、お笑い、爆笑祭、学術講演会、子供向けイベント、GFP、お化け屋敷、ビンゴ大会などが行われる。四日祭りは、約70名の委員によって運営されている。不作の年もある。 京都渦政キャンパス開設後は2キャンパスで、それぞれ大学祭を開催する形となり、8月か9月に1日だけ4道祭が行われる。京都亀岡キャンパスの4日祭りは10月に3日間行われることに変更い。朝野奈美、1972年度、初代の同窓会長でもある、山、野下義則、73年度、宮川正隆、 74年度、いじりまさたけ、75年度、佐藤圭介、76年度、上田藤夫、77年度、笠谷月子、78年度、岡崎敏明、79年度、小野田明夫、1980年度、長沢吉明、81年度、渡辺広史、82年度、日の江寺、83から84年度、瀬尾奏え、85年度、 神谷明、八十六年度、吉見春行八十七年度、山本勝良氏、八十八年度、佐野康和、八十九年度、高砂行を、1990年度、岸本和也、九十一年度、国部文夫、九十二年度、川口団、九十三年度、鎌田秀明、九十四年度、高田康行九十五年度、宮田隆秀、 96から97年度、本郷隆史。98年度、磯部渡る和義。99年度、島大輔。2000年度、都坂村慶一。1年度、伊藤康郎。2年度、小林雄介。3年度、都坂村俊。4年度、田畑正吾。5年度、小川博。樹。6年度、来亀高也、7年度、池田直樹。8年度、小笠原慎太。 9年度、コス、タイウマン。10年度、上司ー博、トモ11から12年度、足立チタカシ。トイケた、広瀬ロセ楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。